はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。3時25分を回りました。6月は18日の日曜日でございまして、中央日報ですね、お谷さんのやや保守系のメディアの昨日の11時45分に出た記事でございまして、プロポーズに4500ドル、 WSJ 一面に登場した韓国の求婚費用WSJ っていうのはですね、ちょっとまあ読みましょうか。韓国の結婚出生率が、出生率ですか、低下している中、費用がかかるプロポーズからして経済的な負担になっているという海外の報道があった。米ウォールストリートジャーナル、 WSJ ですね。まあ日本で言えば日経新聞みたいなもんですよ。経済系は15日、韓国の求婚挙礼挙式、挙というのはですね、虚しいですね、挙礼挙式を取り上げた。この日 WSJ 紙面一面の花壇、一面の花壇ですね、には結婚式前の高い障害物、4500ドル、約64万円のプロポーズと題した記事が掲載された。WSJ は1日の宿泊費が100万ウォン、約11万円を超える高級ホテルで、ブランド品のバッグや送信具を送るのが最近の韓国の求婚トレンドになったと指摘した。WSJ は韓国では多くのカップルがまず親の許諾を受けた後に結婚する日を決め、指輪も同時に購入するため、公式的な求婚イベントは挙式日を決めた後に別にすることになると伝えた。この辺よう分からんのですけど、求婚ってプロポーズのことでしょ。プロポーズの前に親の許諾とんの指輪も同時に購入するの、その時に。でその後で求婚イベントってわざわざやるっていうことですか。よう分かりませんねインスタグラムで韓国語でホテルプロポーズを検索すると、ハッシュタグ、これシャープマークですね、が4万4000個を超える。認証ショットは花、風船、シャンパンをはじめ、宝石やブランド品バッグが登場する。WSJ は最近プロポーズをする予定、または受ける予定の韓国人の事例を伝えて。それな、プロポーズという行為ではなくて儀式なんでしょうかね。韓国の会社員オさん29は最近国内の高級ホテルでプロポーズを受けた。プロポーズをするためにオさんの恋人が投入した金額は数百万ウォンだった。だいたい一桁下げれば日本円になります。だから数十万円ということですね。ホテルの宿泊費だけで150万ウォンだった、15万円ですね。ホテル側がプロポーズ専用として用意したパッケージであり、花の装飾やシャンパンなどが含まれた。王さんはマリーミー結婚証紙と書かれた風船の前で花束を持ってポーズを取った。ミントルのティファニーシャンパンのバッグも写真に登場した。シストに結婚式を挙げるという王さんはプロポーズイベントだけはラグジュアリーにしたいという夢があったと WSJ に伝えたと。王さんは誰でもホテルでのプロポーズを好む、これは全ての女性の夢と語った。ふぅ、まあちょっと以下あるんですけどもう省略、ようわからん。日本でプロポーズすれば実質的に結婚してくださいということを相手に伝えるというイメージですから、その儀式でプロポーズするという習慣は日本にはないですよね。多分これはアメリカでもそうだと思います。その相手のこうイエスノーを聞くのがプロポーズですよね。これを読んでるとですね、もうそれは分かりきっていてですね、それを要は結婚式みたいに儀式にしてるということですよね。何やってんやろとほんまに何なんそれっていう感じですね。別にね、お好きにやっていただければいいわけですよ。お隣の国の習慣ですからですね、まあどっちもないですけど、お隣らしいといえばお隣らしいですね。
こう日本人が知らないですね、お隣さんのいろんな面があると思うんですけども、ものすごい見えっぱりなんですよ。こう日本人も大概見えっぱりですけども、特にタワマンに住んでる人とかで大概見えっぱりですけども、それを、に輪をかけたようなところがあってですね、ちょっとねそこまで、向かいのコンビニまでこう物を買いに行くとかいう時でもですね、向こうの女の人はですねきちっと化粧をしてですね、ちゃんとした服を着て出かけるんですって。こんな普段着でね、ノーメイクでですね、すっぴんでヒーって出かける。日本人の女性大体そうでしょ。ほんなら向かいの子を見に行くのになんでそんなしなあかんのって、ね、大体のあれでしょ。いや、向こうはそれは許されない。もう綺麗にしていかなあかん。ユーミンの歌にですね、なんかこう昔の男とパッと再会をしたら安いサンダルを履いていたみたいなフレーズがあって、はあそういうもんなんかと、安いサンダルを履いた姿をですね昔の男には見せたくなかったということなんですけども、あれをもっと広くしたのがですねお隣さんではないかなという気がしますね。まあまあいいんですけどね。これでね、これをね、WSJ に書かれてるわけです。日本のメディアでこういうことは書きません。こういうことを書くとですね、すぐレイシズムやと言われるわけです。お隣さんの人たちをバカにしてるやろ、みたいなですね。お隣さんの人たちが怒ってくる可能性がありますね。私らをバカにしてるやろ、差別してるやろ、みたいな。日本のメディアでは書けないですけども、WSJ なら書けるということですね。これ明らかにね、WSJ がね、お隣さんの人たち、我らがお隣さんの人たちをですね小馬鹿にしてるっていうのがもう見えすぎてますね。アメリカのね、特にそのこういう WSJ とか、ね、ニューヨークタイムズとかワシントンポストといったね、自分らで勝手にクオリティペーパーやと思ってる連中ってね、基本やつらってねレイシズムなんですよ。つまり東洋の野蛮な国っていうふうに見なしてるわけですね。もうニューヨークタイムズなんか典型ですけどね、もう日本のことを足ざまに書きまくる、日本は遅れた国なんかは東洋らしいですね、変わったストレンジなですねカスタムがある国っていうふうに書くわけですよ。嫌な連中ですよ、だからあいつらって。でこのそのノリの延長は多分これやと思うんですね。コリアという国ではこんなことしとんねんで、ほんまにアハハって笑われてるわけですよ。なんと野蛮なアホだみたいな、言われてるわけですねそれをね、中央日報はねわざわざですね記事にしてるわけですけど、まあ分かってないですね、お前ら馬鹿にされてんねんねという。確かにね、この話を読んでるとですね、プロポーズをですね儀式にしてるっていうのはですね、ちょっとした変わったソレンジなやり方ですよね。それを書かれてるわけですけど、それをまた転載してるというところがですね、君ら分かってないな、ほんまにバカにされてんねんって、ちょっと反論したら出やねんと思うんですけど、反論の余地あんまりなさそうですもんね。だってそんなプロポーズをですね、もう分かってることをですね儀式にしてる国ってないんちゃうのと思いますね。いや、そんなんはと、若い男女はですね、結婚を決めようという男女はですね、その2人だけでやることであってですね、ホテルを借りてですねセレモニーにするという、それ自体がなんかよう分からん風習ですね。何年か前に、ね、ハワイちゃうわ、バリに行ってる時にツアーでねいらっしゃったカップルがいて、もうよく知ってる人なんですよ、両方ともでもないのかな、片方はよくでもないけど、知り合いの知り合いみたいな人だったんですね。でもう結婚は決まってるんですけど、指輪を渡すねセレモニーをしたいからって、お前ちょっといいいいそこにいないでほしいって言われて、はーいもちろんいませんって言われたことがあって、まあもうんなもんだって一緒にバレエとに来てるわけですからね。で結婚も決まってて、妊娠はしなかったのかな、あの時奥さん、その後お子さんは生まれになってましたけどね。そう、まあ今の若い人ってそういうことするんやと思って、指輪を渡すなんていうのは、日本人でもそれぐらいのセレモニーはやるのかなという思いましたけどね。でももうお隣さんではそれをもっとド派手にやるんでしょうねまあ別にいいんですけど、俺がですね小馬鹿にされてるということに気づいていない、
この記事いかにもお隣さんらしいなという気がしました。もう自分らのことをですね、客観的に顧みるということがもう超苦手な、世界一ぐらい苦手な連中ですね。この中央日報のアドレス一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。